ただな、その皆さんがもし Facebook 社もしくはその訴訟相手に、まあうちは訴訟相手にできるけど、そのうちに対しては名誉毀損しかないよ。Facebook 社に対してはその情報開示の義務というのが、まあ、あるかもしれない、訴訟理由にね。でその時にもうメリットはあるよ。それは情報操作をしているその疑いがあるっていうのが、それは明らかになるよな。誰の目にもな、うちがじゃなくて Facebook 社がな、情報の取捨選択を Facebook 社がすることによって情報活動さながらの情報操作を国際社会に対して打って出ていると。それはみんな気づかないし、訴訟したらみんなそれに気づく。そのメリットは訴訟するあなた方にはあるかもしれないけど、うちにはない、関係ないやろ、そこは全然な。そこ疲れたらむしろ Facebook 社もむしろ不利やけど、うちも不利や。そこ疲れてもしゃあないもんし、困るやん。な、なんでかって言ったら、さあそんなことはあるでしょ。そんなめっちゃ重々承知の上でみんなこうやって使ってんだろ。情報発信すること、それ自体本質的に情報操作っていう文学的な意味はある。法律的には違うだけで、でしょ。皆さんもそう、うちもそう。じゃあ結局情報操作の疑いありっていうのは法律上はそれ裁判がディーンへんの。で結局文学的な印象だけ残る。まあでさ、どうすんのそれで。まあうちも Facebook しても、みんなもどうすんのそれで。なんか面白いっていうのは、皆さん面白いかもしれんけどな。じゃあその文学的な印象に基づいて政治は動くわな。でどうすんの。な、必要なことそれで届くのかって、余計こじれるだけ時間な。それで全部喋れってやんので、じゃあある程度さ、ファチマ要は全部教えろ、ハイジャックと本質的な文学的に同じ印象になるね。違うかな。